長沢雅美は東京都出身のハープ奏者。外交官だった父の仕事のため、5歳から10歳までオランダで暮らす。日本に帰国後、ハープを渡辺真理、桑島ス美レに指示。17歳の時にマースリヒト音楽院に留学し、フィア・ベルグハウトの下で学ぶ。同音楽院のソリスト試験を最高点で卒業し、続いて優れた演奏家に与えられる特別賞。 プリーディーエクセレンスを受ける。マラガラッシにシングルアクションハープを指持。ソロコンサートの他に、コンセルトヘボー室内管弦楽団、ケンブリッジセントジョーンズカレッジ合唱団などと、ソリストとして共演。また、欧州各地での音楽祭に招かれ演奏。2004年と2008年には、世界的なメゾソプラノ歌手、チェチーリア・バルトリのツアーに参加。 オーケストラとの共演やリサイタルのほかに、題名のない音楽界21、ミュージックソウルなど、テレビやラジオにもたびたび出演している。18世紀後半から19世紀中頃までのレパートリーを開拓し、シングルアクションハープを中心とした活動に力を入れている。この楽器では、ソロやアンサンブルのほか、フライブルクバロックオーケストラ、バルタザールノイマンアンサンブルなどの、 バロックオーケストラとも演奏している。日本ではフルート奏者の有田正宏と共演している。演奏会の他 CD 制作も精力的に行っている。オランダのレーベルからも CD を発表している。特にエトセトラから発売されているシングルアクションハープのシリーズは自ら企画を手掛けている。2008年9月には パリで行われたリリー・ラスキーヌ国際ハープコンクールで審査員を務める。CD モーツァルトペトリーニ初期ソナタ集ではモーツァルトが9歳の時にオランダで作曲したバイオリン伴奏付きクラブさんのための6つのソナタを当時使われていたシングルアクションハープで演奏している。これは作曲された翌年にパリで出版された楽譜に この曲はハープでも演奏できると記されていることを元に演奏し録音された世界初の CD である。ありがとうございます。